こんにちは、シュンピーチャンネルです。せーの、今回も美容男子とのコラボでヘイヘイドクターの歌詞を解説していきたいと思います。なんとチャンネル登録者数が6万人達成しました。前回の美容男子のコラボの時に6万人になったら YouTube の配信しようかなって言ったので、必ず実現したいと思います。ちょっとやるやる詐欺にならないように、詐欺詐欺クリニック P にならないように頑張りたいと思います。ちなみになんですけれども、僕ですね、シュンピーちょっと目標にしてるチャンネルがありまして、ハイスクール研究室っていうチャンネルがあるんですけれども、皆さんご存知でしょうかね。女子高生が自分が寝ているパジャマとかを紹介してるっていうような動画だったりとか、女子高生あるあるとかを投稿している動画で、チャンネル登録者数が15万人ぐらいですね。なのでその登録者数に追いつけるまで頑張りたいと思います。ご要望があれば僕もパジャマ紹介したいと思います。あとそうだ、あとですね、プーさんの仲間が増えました。最近だとね、この営業先行った時にお客さんがくれたんですけど、僕のおペギですね、これを着たプーさんで、触り心地もねめちゃめちゃ可愛いんですよ。聴診器までついていてね、あ、ギリギリ耳が届きます。あれ、全く聞こえません。死んでる。巨大な、これも営業先でくれましてね、すごい嬉しいです。ありがとうございます。プーさんと一緒にね、毎晩のヘイヘイドクターしながら寝てます。ヘイヘイドクターね、この後ろに届かないのがこう可愛いですねって感じが。まだまだプーさんね、募集してるんで、この下記の宛先まで募集してください。ということで、本題ですね。今日の歌詞はこちら、マニュアル通りの恋愛しがち。これも医者あるあるです、かなり。これはどういうことかって言いますとね、医者って基本的に中学生高校生の時とかって全くモテてない人が多いんです。僕もですね、中学生とか高校生とかほとんど恋愛とかってしたことはなくて、初体験も20歳です。なのでちょっとね、周りからすると結構遅めだったんですけど、そのぐらいずっと勉強してたというか、あんまりそういうのにちょっと関わりがなかったんですよね。で、急に医者になったりするとやっぱりモテ出すんですよ。よく医者ってモテるの?みたいなことを聞かれて、いやいや全然モテないっすよみたいな人いるんですけど、それは僕からすれば嘘ですね。医者はモテると思います。で、やっぱりその中学高校って今まで遊んでこなかった分、こう爆発するというかチャラくなる人が多いと思うんですよ。そういう中で、マニュアル通りの恋愛しがちっていうのは、やっぱこう中学とか高校とか普通の恋愛っていうのをしてなくて、お金を持ってから恋愛する人が多くなるわけです。そうするとドラマとか漫画とかで見たような、結構高い車でドライブして高級レストランに行って、ビルの最上階の夜景が見えるバーで告白するというか、デートしたりとか、よくそういうの聞きます。絵に描いたような恋愛デートコースをする人が多いような気がします。ただですね、やっぱそういうドクターって基本的に話がつまんない、そういうデートが好きな女性だったらもちろんいいと思うんですけど、あまりね合わないような人とかだったらちょっと考えた方がいいかもしれないんじゃないかなという格言です。もし皆さんもお医者さんとデートしたことあるよとかいう人がいたら、ちょっと下のコメント欄に、こんなデートしたよとか、私の時はそんな高級レストラン連れてもらえなかったよとか書き込んでください。というわけで、今回の美容男子のコラボの動画はここら辺で以上にします。この動画がいいと思ったら高評価の方よろしくお願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。